なただいまゆらねこです。今日はみんなにご報告があります。なんと私引っ越します。今ちょうど新居に来てるんですけど、引っ越し自体はまだ来週なんですけど、引っ越し前にねまた前回の家でもやったことをやろうと思いまして、床の DIY をしていこうと思います。床のね DIY はマジで家具搬入前に絶対やった方がいいので、大きいね物とか置いてから敷いていくってなると本当に大変だと思うので、1週間余裕持たせるのはね家賃が結構かかっちゃうからなと思うんですけど、1日2日余裕を持たせて床の DIY やるのがおすすめです。1年半前ぐらいに床の DIY 動画を撮ったんですけど、初めてだったっていうのもあったし、満身創痍でやってたのでなんかうまく伝えられてなかったかなって思ったのと、あと前回の動画を見て床やったよっていう声が結構いただいたので、確かにやってる人少ないし参考になるかなと思って、もう一度しっかりやっていこうと思います。なんかやっぱり事前準備とか、人手がどんぐらいいるか、どんぐらい時間がかかるのかとか、予算とか、やっぱりその辺がみんな気になってくると思うので、今回はその辺を深掘りしながら作業動画も撮っていこうと思います。で今回ね、中学の頃からのお友達が3人お手伝いしに来てくれてます。今回床の DIY やっていく上でのスケジュールが、本日初日が1日目で、私含め女子4人でまずこのリビングを終わらせていきます。で、まあ、できるところまで進めて、今日は日が落ちるぐらい、夕方ぐらいで解散 で2日目が彼猫と男友達の、男で2人と女の子の友達が2人で、私含め3人、計5人で明日仕上げるっていう感じです。リビング以外だと寝室と私の部屋の床もやっていきます。なので3部屋分やっていきます。今回の部屋の広さがまあざっくり言うんですけど、 LDK が16畳ちょっと、洋室が5畳ちょっと、ちょっとっていうのはね、ちょっと濁してます。もう一つの洋室が7畳なので、計だいたい26畳から27畳ぐらいやっていきます。今回はフロアシートじゃなくてフロアタイルの方を使っていきます。フロアシートとフロアタイル両方やったことあるんですけど、シートは重い家具とかソファーの足とかで沈んで穴が開いちゃうんですよ。それが気になったのと、あと端っこを猫ちゃんがね噛んじゃったりとかするので、私はフロアシートよりはフロアタイルの方が厚みがあってすごくしっかりしてるので、家具で傷とかへこみとかもつかないし、フロアタイルの方が個人的にはいいなって思ったので、フロアタイルでやっていきます。今回も前回もフロアタイルは楽天で購入してます。1ケース18枚入りで約2畳分です。私は今回それを9個買ってます。で前の家のフロアタイルも使い回せるんですよ。綺麗なものだったらね使い回せるので、前の家からフロアタイルを30枚ぐらい35枚ぐらい持ってきてるので、まあ足りるかなっていう感じです。フロアタイルはねマジで使い回せるのがいいところだと思う。フロアシートはその形に1枚のシートを切っちゃうから使い回せないんですけど、フロアタイルはもう次の家に持ってくだけなんで使い回せるからコスパいいと思う。ちょっと高いけど結局使い回すって考えたらコスパいいと思います。私は9の使ったので合計で89,820円でした。軽く床の清掃したので実際に貼っていきたいと思います。床のビフォーがこんな感じです。茶色いフローリングです。形は結構複雑じゃないので比較的貼りやすいかなと思います。本日使っていくフロアタイルがこちらです。カラーがオニックスの IS2119 っていうやつ、大理石っぽい感じの柄でツヤ感があるやつです。でサイズが 45cm×45cm の正方形のタイルです。これは床暖対応なので床暖の家でも大丈夫。でも私前の家でこれ引いて床暖使ってたんですけど、めっちゃ温まるとちょっと曲がる感じがした。ちょっと浮いてくるっていうか、こうしなるみたいな。でも床暖を切ったら元に戻ります。なんであんまり気にならないですね。これ1個何キロあるんだろうな、2キロぐらいあると思います。体感厚みは意外とそんなにないかな。割と薄いけどガッチリしっかり。はい、本日使っていく材料がこちらのマスキングテープ、太めのやつと、しっかりしてるタイプの養生テープ、結構粘着力強めの養生テープです。あとこれがクッションフロア用の両面テープ。あと私は多分使わないんですけど、
でっけえ定規。今回はね、なんかすげえカッターを買いました。なんかちょっと高かった。切りやすいみたいな感じで評判だったんで、カッターを新調したんですけど、カッターは普通のカッターで全然大丈夫。まあほんと細くちっちゃくなければ、デカめのカッターであれば。で、今回はちょっと切りやすいかなと思って、レビューが良かった強そうなやつにしました。はい、材料は以上です。何個買ったっけ？このカシオフラーのテープは端っこをちょっと貼るだけなんで、これ1個。養生でフロアタイルをくっつけていくので、養生はこれ3個。足りなかったら家からもう1個持ってきます。カッターは3つと、あと適当なカッター1個で4つと、マステがこれが2個。これもあんま使わないんで、2個で大丈夫だと思います。はい、では貼っていきます。今マステを部屋の縁に貼ってって、でその上に両面テープを今貼ってある状態です。でここから両面テープを剥がして、端っこだけこうくっつけていきます、床と。ここからはフロアタイル同士をくっつけて、この端っこ以外は床とくっつけない感じでやっていきます。はい、1日目の作業開始したんですけど、この動画ではね、私タイルの角と角が養生テープでくっつくように貼っつけてないんですけど、タイルの角と角を養生テープで貼っつけた方がずれないっていうことに気がついたので、皆さんがねやるときはぜひぜひ角は養生テープでくっつけるようにしてみてください。粘着面を上にしてシートの下に養生テープを滑り込ませてこう貼っつけます。で、ここにちょっとだけ重なってる感じにタイルを置いて、これをこうトントンして押しながらトントンするといい感じに入る予定です。よし、 OK、 こんな感じです。では終わりまでやります。え、そこ超綺麗なんだけど、やばい、やばいよね。いや、マジで何の動画もないよ。え、そこすごい、めっちゃ綺麗じゃん。すごい、もともとそういう床ですみたいになってる。いや、マジそれ。え、天才かも、あんた天才かも。サンキューサンキュー、サンキューサンキュー。ここの残りの端っこの作り方なんですけど、アイロンできた。まずこの既に置いてあるタイルの上に完全に重なるようにもう一枚新しいタイルを置きます。で、もう一枚新しいタイルを用意して、今度は壁際に合わせて、で、またここにね、ぴったり重なるように置きます。で、こうやって重なったらここを切る。ここを切ると、切ったここがこの壁の溝にぴったりのサイズになります。こうやって膝とかで体重を乗せて押さえて切るといい感じです。切り込みを入れたら、切り込み入れた反対側に折り込みます。でしたら、今度はこっち側、内側に折り込むと、パキッといかないんですね。こうパキッと折れます。完璧。そしたらこんな感じで入ります。マジー、マジー、終わりました。無事にリビングダイニングキッチン LDK の DIY が終わりました。でも結構ちんたらちんたら休みつつやってたんで、今回は休憩を抜いて6時間ぐらいで終わりました。もうほんと真剣にやってたらやっぱ 4,5 時間で終わったかなっていう感じ。女子だけでもまあ大変だけどできると思います。あっつ、汗だく。本当に手伝ってくれた友達にはね、マジで感謝感謝感激。雨あるし、で一番広いこのリビングダイニングキッチンが終わったので、もうあとは寝室と私の部屋やったら終わりなんで、まあ、明日は結構早めに楽に終われるかなと思います。しかも明日は5人でやるしね。マスキングテープと両面テープが結局買った分じゃ足りなくて、買い足しに行きました。結局ね、7個ぐらい買い足して、まあまだ結構残ってるんですけど、最終的に何個かかったかっていうのはね、最後にまとめようと思います。ではでは、次の日。はい、2日目でーす。4時間睡眠2日連続なので、ちょっとしんどいです。眠いし、疲れたし、疲れ取れてないんですけど、今日はあとちょっと狭い寝室と私の部屋で合わせて12畳13畳ぐらいなので、サクッと終わるかなと思ってます。うちのね、新居すごい日当たりがいいんですけど、日光がこの白いタイルを反射して部屋中がすっごい明るくて、印象が全然違って、やっぱ床白くしてよかったなって思いました。では2日目も日が暮れる前に終われるように頑張りたいと思います。
床の DIY してるとね、よく質問いただくのが、床カビないですかっていうのと、粘着残り大丈夫ですかみたいな質問がね多いんですけど、私は2年ぐらい敷いててカビとかは全然大丈夫でした。で、粘着の方は先にねマスキングテープを貼ってから、その上に両面テープを貼ってるので、マスキングテープはねもう全く粘着残りとかしなかったですね。タイルの必勝法を見つけました。まず角からこう押し込んでいくのが一番綺麗かもしれないです。ほら綺麗。はい、無事2日間の作業が完了しました。本日はね、別日になるんですけど、なぜ別日に撮影しているかというと、2日目に私の不注意でカメラをぶっ倒しちゃって、でそっからカメラがなんかふわふわ美少女フィルターみたいなのがかかってピントが合わなくなっちゃったんですよ。でそっから撮影ができなくなっちゃったので、ちょっと作業動画から飛んで別日になっちゃったんですけど、作業自体は無事に終わりました。2日間合わせて 4,5 人で8時間ぐらいで作業は完了しました。で今回はそんなに全然苦に感じなかったんですよ。苦に感じなかった要因が、2日間に分けたこと、4、5人人数多めでやったこと、友達とワイワイ喋りながらやったこと、この3つのおかげで楽しくというか苦に感じなかったです。中学の時の友達で集まってやったので、学校の大掃除してる感じの気分でした。黙ってね作業すると結構キョムキョムプリンなので、友達とやるの本当偉大だなと思いましたね。最初に私マステと両面テープを1個ずつ用意してたと思うんですけど、全然足りませんでした。もう普通に1個目、この部屋だけで足りなくて、1日目に買い足しに行って、多分マステが3個、両面テープが2個使いました。なので材料はね多めに買っておくことをお勧めします。で、ね、結構大変に感じるじゃないですか。まあ大変なんですけど、1回やっちゃえば後がすごい楽です。耐久時に本当楽なんですよ。賃貸だと高いところから角がね硬いものとかを落とした時に終わったみたいな、やばみたいな感じあるじゃないですか、賃貸だとね。で退去が怖いじゃないですか。私も一人暮らし始めて一番最初の家は床何もしてなかったんですよ。で硬いものを結構上から落としちゃって、床にがっつり傷入って退去費用がかさんじゃったんですよね。それがね結構トラウマになってるので、床はやっぱりねなんか敷かないと怖いですね。私は 1、2年で結構引っ越しちゃうので、1、2年に1回この作業やるっていうのは結構大変なんですけど、大体の人はやっぱ 4、5年とかね住むと思うので、 4、5年とか住むんだったら4、5年に1回この作業1回やればいいだけなので、でそしたらもう退去が楽になる。本当にこれさえ敷いちゃえば隕石でも降ってこない限り傷つかないので、床に、まあ、壁とかは何も張ってないから傷はどうしてもつくと思うんですけど、これさえやっちゃえば床は傷ゼロで、退去の時マジで安心できる。で結構この素材だとツルツルに見えると思うんですよ。でも猫ちゃん この高いところから飛び降りた時のね爪とか、走り回ってる時にこう爪がねカッとなっても傷がつかないのに、猫たちがね床滑っちゃったりもしないので、ペットを飼ってる方にもおすすめです。で今回タイル自体は4枚余りました。でも4枚しか余らなかったんですよ。逆に言うとね、これ結構切るの失敗しちゃったりしてたら足りなくなってたかもなって思ったので、やっぱね多めに買っとくのが吉かなと思います。私は前の家で作業するときは本当怖かったし心配だったんで結構多めに買ってたんですよ。で35枚余ってて、それをこっちに持ってきたので、まあ、多めに買って余ったとしても次の家のときに新品を持ってこれるし、逆に長く住んだとしても傷が目立ってきたり汚れが目立ってきたりとかしたときに、そこだけペッと剥がして新しいのをペッと貼ったら、張り替えたてのときのようなね綺麗な新品に元通りになるので、多めに頼んどいて損はないかなと思います。で本当にね、男友達も女友達もこの作業できたし、初心者の方でもね全然できますし、もう私ができるから本当にもうみんな絶対できると思う。だからね、難しそうと思わずね、ぜひぜひチャレンジしてみてほしいなって思います。今回私が頼んだのは白い大理
石柄だったんですけど、コンクリートっぽいものとか灰色のもの、グレーのもの、真っ黒のものとか、いろんな素材とね、色のものがあるので、部屋の雰囲気をガラッと変えたい人、ぜひチェックしてみてください。はい、今回の動画が楽しかったよとか参考になったよって思ってくださった方は、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。以上、ウラネコでした。バイバーイ。